吉田と西村、ちょっとこっち来い。また君たちやったね。後ろのこいつら全員裸だ。捕まえてきなさい。ということで今回はね、この西田と吉田、誰だこれ、いつら。もうそこら辺の家の表札に載ってそうな名前なのに噛んじゃった、みんな噛んじゃいました。許してください。今回はね、この吉田と西村っていうね、もうゲームのタイトルとは思えないね、もう先生になっちゃいました。やっていこうか。はじめい。来た。どれが西村、どれだよ吉田。西村、混じっちゃった。男性。おい、ありゃなんだ。誰が喋ってんだよ。誰が喋ってんの、みんな。あ、みんな固まって、ガスみたいな、あ、空。おーおお、あ、さっきまで綺麗な青空だったのにねえ、みんな病気になっちゃった。みんな青空がこんな風に見えちゃう現象になっちゃった。はてなはてなはてな。 KUKUKUFUHAHA え？ダサいやつが来た。見るからにモブだな。自分を王様と勘違いしてる。なんか肌、お前顔色良くなくない？病院行けよ。おい、病院呼ぶぞ、みんな。病院2台ぐらい呼ばないとダメだ。なんか後ろになんかかっこいい BGM 流れてんだけど、お前の視界からはこういうの見えてんの？こういう風景見えてんでしょ？病院行こうぜ。ドクターストップ無視しただろ、完全にこいつ。ふっはははとか言ってるもん。やばいだろ。愚かなる人間どもよ、我が足元にひれ伏すがよい。絶対やだ。絶対お前足臭いもん。我は魔王。嘘つけ。嘘だって言ってくれ。こんな魔王、俺はもうちょっとかっこいいの想像してた。ダサいもん。だってこんな剣一本でマント着て。おい、みんな、今の時代誰にでもなれるぞ、魔王。これなら肌の色を変えるだけで魔王なんだもん。その名も、あ、そうだ、名前はかっこいいと思うよ、みんな。なんたってね、魔王なんですから。それはしもべだよな。しもべの名前が吉田なんだもんな。多分幹部だよな。知ってるからフォローしてやってんだよ、今必死で。なんで俺がさ、魔王をフォローしないといけないの？これから人類滅びようとしてんのに。黙りこくっちゃった。本当は魔王を恐れられなきゃいけない存在なのに、完全に芸人が滑った感じになっちゃってんの。完全に不審者だもんな。今のところ完全に不審者です、あなた。驚いておるな。それも当然であろう。驚いてるな。驚いてはいるんだよ。何せこの名は。なんだ、吉田かよ。え？登場はいい感じだったのにな。名前がそれじゃあ。おい、もうちょっとお膳立てしてやれよ。かわいそう。面食らっちゃってんじゃん、魔王。へーって言っちゃってんだよ。魔王は言わない、絶対。え、あれ？行こうぜ。行っちゃった。せっかくいい感じだったのに。せっかく登場シーンいい感じだったのに。あの、ちょっと？なんで、なんで、なんで？
どういうこと？どういうこと？どういうこと？すんごい右左右左みたいな。じいちゃん、じいちゃん、散歩感覚で近づいてきちゃダメ。死ねーって、おっさんに言われてるよ。なんで死なながかんねん。なんで関西、関西出てきたんだが、出身関西の魔王ってなんだ。ムカつくわほんま。でもいや本当に関西人みたいになってるじゃん。しかしどういうことだ。吉田と聞いて恐れないところがむしろ呆れていたぞ。吉田といえば波の魔族なら聞いただけで気を失うほどに恐ろしい言葉。それを名を持つ我はそれほどまでに恐ろしい力を持つということなのに。それなのに。ああ、来た来た来た。来たよ、やっとだよ。俺がなんでフォローしないといけないんだよ。お前ちゃんと、お前近くにいろ。あったかくしておきました、あなたの靴下みたいな感じで。ね、その声は。何これ、こんな黒いなんかバットマンみたいに来た。おお、いいところに来た。ついてこい、松野田人間どもよ。もういいって、これ以上恥ずかしいこと、恥ずかしいところ見せんな。ねえちょっとお待ちになって。お前キャラブレブレじゃねえが。なあ、片栗粉まぶしてやろうが。お前のキャラに固めてやっからよ。もう紹介しろよ、そのもうなんか爪、このドット絵の、ドット絵でもわかる。冷たい目してるのがわかる。なんだよ、吉田魔王。待ってくれてる。意外に優しいのか、この子たち。うっはっはっは、聞け。この者は我が一の配下。その名も？もう、やめとけよ。普通にカタカナでいいんだって。カタカナをなんか、それら、それっぽい名前にしよう。やめとけよ。もういいって、やめよって言ったじゃん。俺はちゃんとストップかけたからね。西村んだよ、いいのや。吉田の次は西村だよ。もっと名前考えろよ。怒られちゃったよ。怒られてるよ魔王。人々に怒られる魔王って何、マネよ。西村もあかんの？ありきたりなんだよ。ありきたり？行こう行こう。恥ずかしくなっちゃった。俺も見るの嫌なんだけど。まあやめて、じじいとどめを立たないで。うわあ。もうドライアイスが、足の裏にドライアイスが。シェ！やばいサラリーマンが来た。だからなんで知らなあかんねん。もうコウモリなんも喋んないの。フォローどころか。お前、どこ見てんだよお前は。ほんまムカつくわ、あのクソ親父。だが、どういうことだ？西村も吉田に勝るとも劣らぬ恐るべき言葉。それを名を持つ者の。どれほどの力を持っているか分からぬわけがあるまいに。悪いけどここの世界はもう、さっきも言ってたでありきたりな言葉なんだよね。言葉っていうか名前なんですよ。固有名詞なんです。わお、右はなんかそれっぽいんだけど、左が、左がこれ魔王って、完全になんか中盤前の中ボスみたいな。あっても中ボス、いけても中ボスだよ君。魔王ではない。はいか。魔王様、実は私も先ほど、駅前とかいう場所に名を挙げた途端に民衆は私をバカにしだしたのです。なぜだ？一体なぜ？はい、そこのあなたたち、ちょっといいですか？
ん？なんかセレブなおばさんみたいに来たんだけど、パープルな帽子をかぶったセレブなおばあちゃん、警察だった！逃げろ逃げろ魔王！お前、ただの牛じゃ、通報された。やばい。コスプレイヤー二人組って言われてる。ご近所の方からコスプレイヤー二人組が騒いでると通報があったんですが、あなたたちですかね？捕まった。もう完全に捕まってる。だって右腕に持ってんの何？それ本物？はい。レプリカって言え。レプリカですって。これは自分で作ったあのアルミホイルで作ったんです。あの小学校の時に作ったやつですって言え。そのなんか鎧も作りましたって言え。その肌色もちょっとピッコロに憧れてたんですって言え。もうダメだ。フォローできねえわ、こいつ。あなた、お名前は？吉田。吉田？下は？え？下の名前、吉田？何？魔王なんですけど。吉田魔王さん、そちらは？違う、魔王の魔が麻薬の魔でなんか異様の王になってる。汚いもんやめようって。いじめないで魔王。こんなになんで魔王を擁護しないといけないの俺。なんで魔王と肩組んで生きていかないといけないの。西村最小です。西村最小さん、こっちの方がかっこいい。最も勝さんになっちゃった。いいですか？人の趣味にケチをつけるようなことはしませんが、こういう住宅街で騒がしくしたりしないように。いいですね。注意されちゃった魔王。かわいそうだよ。もう面目丸つぶれだよ魔王。もう世界に戻れないよ。はい。すみません。でした。反省しちゃった魔王。反省する魔王。いいぞ、そうやって強くなっていくんだ人っていうのは。分かったが、あーもう本当にただはい、吉田と西村と聞いても何ともないんですか。ん、何がですか。いえ、なんでもないです。コミュ障になっちゃった。魔王、最初と比べて声がなんか震えてるし、細くなっちゃってるよ。かわいそうだよ魔王。もうここで暮らそう。西村よ、これはどういうわけだ。魔王様、私が思いますに、この世界には吉田と西村よりも恐ろしい言葉を名に持つ者がいるのではないかと。吉田や西村よりも？それは、まさか、斎藤か？もう、どこが怖いのかわかりません。ヴォルデモートがいかに怖いかもうわかりますね、これね。あの名の方の名を呼んではいけないみたいな感じ。わかるわ、ほんと。あの世界がどれだけ恐ろしいか分かりました。もう肌の色の違いじゃないんだね、ほんと。魔王様、そんなはっきり言わないでくださいよ。バカ者、我も言ったそばから冷や汗が止まらぬわ。お前ただの多感症だろうが、バカ野郎が。だが、まさか、こんな愚かな人間しかおらぬ場所に斎藤の名を持つ者がおるはずがないわ。絶対勇者だよ。絶対勇者の名前だよそれ。しかしそうとしか思えません。斎藤来ちゃったよ。絶対もうなんか辛子明太子頭に乗せてるよ。ああそこの青年、ちょっと待ってくれ。ん？俺っすか？なんすか？右手にバリカンみたいな、何それ？何バリカン持ってんの？
ってなんすかその格好。うはははははは。我は魔王。え？魔王？魔王吉田。なんだ吉田すか。やはりそうなるのが。魔王様、それよりも。おお、そうだった青年。ちょっと聞きたいことがあるのだが、まだかと思うが、お前、もしくは、お前の知人の名前が、斎藤なんてことはないよな。斎藤？大学の後輩に一人、バイト先に先輩に一人いるっすよ。二人もだと？投げたことを。お前誰だと思ってるんだ。もう切れちゃったよ。情緒不安定になっちゃってる魔王。斎藤さんだぞ。それはもうただのトレンディエンジェル。バーコードをピッてできるのよ頭。うわ、ふる、懐かしい。バカにされてる。バカにされてるよ魔王。古い。久々に聞いたな。魔王さんトレンディだね。バカにされてるよ魔王。トレンディ？どうしたんすか？さっきから。だって、斎藤が二人いるなんて。斎藤なんていくらでもいるっしょ。この町内だけでもゴロゴロと。もうやめてあげて気絶しちゃう。気絶しちゃうわ、やばい。いくらでもいる。もう行っていいっすか？バイトに遅れるとやばいんで。なんでバカ、お前バリカン片手でバイトってなんだ、床屋行くのが。ああかあ、こんなにも相手されない魔王っているんだな。しゃあないよ、だって自称魔王だもん。西村、魔王様、これはおそらく。まだ続くのかこのやりとり。もうこれ以上続ける必要ないよ。もう首自分で締めてるよ魔王。この世界には我々も知らないような斎藤より恐ろしい言葉を名を持つ者がいるのではないかと。これ無限に続くんじゃないか。なあ、次は何なんだ。佐々木とか佐藤とか出てくるんじゃないだろうな。やめろよ。斎藤よりも帰るぞ西村。こんな恐ろしい場所にいられるか。はい。こいつら何しに来たんだよマジで。こうして魔王たちは立ち去り、日本の平和は守られた。ありがとう全国の吉田さん、西村さん、そして斎藤さん。名前呼んでるだけ。え？うるせえ！